草げカレックスメタリカは、カヤツリグ草カスゲ属の植物の一つ。大きさの割には、背が高くならないげで、棒状に、多数の穂をつける。大きな株を作る、多年生の草本。草丈は30から70センチメートルほど。帆服枝はない。葉は細長くて、家系と同調まで伸び、やや硬い発出で、洋服は3から6ミリメートル。部の鞘は、 安価主食で繊維状に細かく裂ける。夏期は5から6月。家計はやや硬くて太く立ち上がるが果実が熟するにつれて次第に先が垂れてくる。家計は断面が三両型になっているがザラつかず、また途中に1から2の形容をつける。果事としてはいただきこぼうが優勢ないし私有性つまりお花だけから構成されるか、あるいは先端に雌花が並び、 木部側に尾花の部分がある。それより下に5から15個の側コボがあり、いずれも姿勢で時に私有性のものが出る。また、それら側コボの特に中ほどのものは同一のツとの脇から複数が生じることが多い。尾花、目花ともにその輪辺には光沢がある。コボの木部のツとは木部が長い鞘となり、先端は洋上部がよく発達する。 いただきこぼは優勢ならば、線形、死優勢の場合は、こん状で、長さ2から五センチメートル、緑色から、錆ビ褐色。姿勢の側こぼは円柱型で2から五センチメートル、蜜に花をつけ、基部には、殻がある。お花な輪ペは褐色を帯び、中六は、戦力色。目花輪片は、緑白色で中六が戦力色。下方より短く、先端は突き出して、 鋭く尖るか、あるいは短いのぎになる。下方は長卵形で、長さ7ト、mm、ル黄緑色で両の間にわずかに脈があり、無毛、先端は長く突き出したくちばしになり、その縁には細かな胸脂がある。口の部分は左右が突き出してに葉をなす。果実はほぼ下方に密着しており、卵形で、長さ2ト、mm、ル断面は三両型で基部に短い脚部がある。 中東は三つに避ける。和名は、坊主がを意味し、過条がふさふさした様子であることに由来する。また別名に、白ほすげがある。本州の静岡県伊勢、四国、九州と南西諸島から知られ、国外では朝鮮半島、中国南部、台湾に分布する。ただし、南西諸島では沖縄島から知られるのみである。 海に近い地域の砂地や草原に生える。勝山は、ふさすげ武とし、日本産では他に、合図すげをここに含めている。同族の他の種とは大株を作り、こぼが棒状になり、また、それが光沢を持つことが独特なので判別はたやすい。分布域は広いが、どこにでもあるものではない。環境省のレッドデータブックには取り上げられてはいないが、 各県では取り上げられているところが多い。以下、主として、星のほか P486, 北村ほか、P291 勝山、P347 初島、P722, 北村ほか、P291 勝山は、有志性時に、有性とあり、私有性の方が普通であるとしている。北村ほか、P291, 星野、正木 P202 大橋保加編、P322 星のほか、P486 初島、P723 星のほか、P486 星のまさき、P202 日本のレッドデータ検索システムふさすげ。ありがとうございます。